宝トムは、日本の政治家。兵庫県小野市長。兵庫県河合村に生まれる。小野市立河合小学校。小野市立河合中学校を卒業。1965年3月、兵庫県立小野高等学校を卒業。1969年3月、関西大学経済学部経済学科卒業。同年4月、家内重要工業株式会社に就職。 1973年、分社化で特選工業株式会社へ転籍。1998年12月10日、小野市長の広瀬博氏が市内の建設業者から賄賂を受け取っていたとして逮捕される。広瀬の辞職に伴って、翌1999年に行われた市長選挙に立候補し初当選した。2003年から4回連続で無投票当選。 2019年2月3日の市長選には、小野市議の川島信幸らに擁立された前、火西市長の中川洋造も立候補し、20年ぶりの選挙戦となった。なお、川島信幸は、市役に国高と共に、小野市議会から2度も辞職勧告決議され、賛成多数で可決されるも、議会を無視。一連の騒動をめぐって、川島らは、宝来務と対立していた。 5期目の当選を果たす。近畿市長会会長、全国市長会副会長などの職に就いた後、2016年に兵庫県市長会会長に就任している。ありがとうございます。